金広資は、大韓民国のソウル特別市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のセントルイスカージナルス所属。野球好きの父親の影響もあり、小学校3年時より野球を始める。安山工業高校時代より、速球派の左腕として、頭角を表す。2005年は、アジア青少年大会に出場し、チャイニーズ台北戦で、勝利投手となる。 平田良介らが率いる日本高校選抜チームにも5回をパーフェクトに抑えるなど2年生エースとして活躍した。打線は沈黙して2勝2敗だったが、防御率は1.04の高成績を残した。この大会で堂々たるマウンドさばきを見せ、日本でも注目される存在となった。2006年はハバナで開催された AAA 世界野球選手権大会にも出場した。 準々決勝のチャイニーズ台北代表戦では完封勝利。準決勝のカナダ戦と決勝のアメリカ合衆国戦でもリリーフとして登板。大会通じて4勝、防御率0.87、脱三振22個の高成績で大会 MVP を獲得した。2006年の久保ドラフトの地域優先ドラフトで SKY バーンズに1位指名され入団した。 2007年はシーズン開幕直前に開かれた記者会見ではプロ入り1年先輩のリュウ・ケンブリを指して頭を使えばもっといい投手になれると発言し韓国中の注目を集める開幕から先発ローテーションに入ったものの後半は調子を落とすシーズン中は2軍落ちも経験勝ち星も3つにとどまったが8月に1軍復帰してからは 本来の姿を取り戻したと評された。ワイ・バーンズはシーズン初めから好調を維持して、韓国シリーズに進出。一部のファンに、オーラルキムとも呼ばれていたが、年を取るにつれ穏やかな性格に変わっていき、今では使われないあだ名になった。トサンベアーズとの韓国シリーズでは、チームが1勝2敗と追い込まれていた第4戦に、先発登板。 粘り強い投球で、ベアーズ打線を8回西まで1アンダー、無失点に抑える高騰を見せ、登山のエースで、今シーズンのタイトルを総なめにしたダニエル・リオスとの投げ合いを制した。ワイバーンズも、韓国シリーズ球団史上初制覇を果たした。優勝縮小会で、監督の金星根から、アジアシリーズ初戦の先発登板を告げられる。そのアジアシリーズのため来日。 プロフィールのインタビューには、韓国シリーズで高校時代の自信を取り戻したと答えている。開幕戦に先発し、7回まで中日打線を3安打、無得点に抑えた。ワイバーンズもそのまま6対3で勝利。日本のチームが敗れたのは、大会発のことであった。決勝戦は2番手として、当番初戦で抑え込んでいた、リン・ヘイケイに2ランを浴びて降板し、 チームも9回表に勝ち越し点を許し敗れてしまった。北京オリンピックアジア予選には代表選考の頃、不調で寝軍落ちしていたため、出場できなかった。また、新人王のタイトルも、記者投票で、トサンベアーズの林康さおに敗れ、受賞できなかった。2008年は、シーズン開幕前の3月に開催された、北京オリンピック野球世界最終予選の、 韓国代表に選出された。同大会では、メキシコ戦、チャイニーズ台北戦に先発、いずれも勝利投手となり、韓国代表の五輪出場に貢献した。8月に開催された、北京オリンピックの野球韓国代表にも選出されたが、この時韓国代表では最年少での選出だった。予選と準決勝の日本戦で先発。 予選では6回を投げ、2失点で勝ち負けつかず、準決勝では8回2失点で勝利投手となって、韓国代表の金メダル獲得に貢献。韓国では、日本キラーというあだ名がついた。レギュラーシーズンでは、前年から一段成長した姿を見せ、ローテーションのエースとして活躍し、最多勝ちと最多奪三振のタイトルを手にし、レギュラーシーズン MVP にも選出され、 期待された素質を開花させた。チームもベアーズとの韓国シリーズを制し、2年連続で韓国シリーズ優勝を果たした。アジアシリーズでは日本シリーズを優勝した埼玉西部ライオンズとの試合で先発登板したものの5回途中3失点で降板と振るわず、チームは勝利したものの満足のいく内容ではなかった。さらにチームも 台湾シリーズを優勝した統一セブンイレブン、ライオンズに敗れ、決勝進出もならなかった。2009年は、シーズン開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックの韓国代表に選出された。同大会では、東京ラウンドの日本戦で、先発登板した。韓国では、北京オリンピックの再現が期待されたが、金を。 よく研究した日本打線の前に1回1、3を投げて8失点で越され、2対14で7回コールド負けをするきっかけとなった。本人曰く、僕の野球人生は長くないが、あんなに打たれたのは初めてと悔しそうに語った。その後の同大会では先発登板することなく、2次ラウンドで3試合リリーフ、登板した。日本との2次。 ラウンド順位決定戦では8回表に登板したが、勝ち越し的自打を打たれた。結局同大会では満足のいく結果は残せなかった。シーズンでは、前年と同じくチームのエースとして活躍していたが、8月2日に、金研修の放った打球が手の甲に直撃。ボールの跡が、はっきりとわかるほどの痛烈なピッチャー教習であり、負傷で戦線を離脱。その後も、プレーオフや、 韓国シリーズといったポストシーズンでも一度も登板することなくシーズンを終えた。だが、規定投球回数に達していたため、初の最優秀防御率のタイトルを獲得した。2010年は、負傷から復活し1年を通して先発ローテーションを守り、SK の AS として活躍し17勝で、自身2度目となる最高値のタイトルを獲得した。 オフの11月に開催された杭州、アジア競技大会の韓国代表に選出されたが、顔面麻痺により辞退し、日韓クラブチャンピオンシップの出場メンバーからも、外れた。2011年は、体調不良で、開幕一軍に入れず、7月には、肩の故障で、たびたび戦線を離脱し4勝にとどまった。2012年も、体調不良が治らず、 一軍初登板は6月後半からだったが、先発として起用され続け8勝を挙げた。2013年も開幕一軍に間に合わなかったが、4月中旬に初登板を果たし2010年以来3年ぶりとなる2桁勝利を記録し、規定投球回数にも達した。2014年は13勝を挙げ、復活を予感させた。オフにメジャーリーグベースボール挑戦を表明し、 11月にポスティングシステムの講師を要請。最高入札額200万ドルをつけたサンディエゴパドレスと入団交渉することになったが、12月12日に交渉期間内に契約がまとまらず、SK に残留した。2015年オフの10月7日に、第1回 WBSC プレミア12の韓国代表選手28名に選出された。 同大会では11月21日の決勝のアメリカ合衆国戦に先発し5回を無失点に抑え韓国代表の優勝に貢献した2016年はプロ通算100勝目を含む11勝を記録したオフの11月に初のフリーエージェント系を行使したが SK と2017年からの4年契約を結び残留した2017年は シーズン開幕前の3月に開催された第4回 WBC の韓国代表に選出されたが、肘の手術による長期間のリハビリのため辞退した。シーズンでは SK で1試合も登板しなかった。2018年は11勝を記録。SK は韓国シリーズに進出し、8年ぶりの韓国シリーズ優勝にも貢献した。 2019年オフの11月に開催された第2回 WBSC プレミア12の韓国代表に選出された。同大会では2試合に先発登板した。韓国は決勝で日本に敗れ、準優勝となったが、同大会は東京オリンピック予選を兼ねており、開催国である日本を除きアジアオセアニア、最上位だったため韓国は出場権を獲得した。 大会終了後の12月6日に自身2度目となるポスティングによる MLB 移籍を申請した。2019年12月17日にセントルイスカージナルスと2年総額800万ドルで契約を結んだ。SK には上渡金として160万ドルが支払われる。2020年シーズン開幕戦となった7月24日のピッツバーグパイレーツ戦。 3点リードした9回表に3番手で登板してメジャーデビュー。2点を失ったがセーブを挙げた。8月23日の新シシナティレッツ戦で先発登板しメジャー初勝利を記録。長身、長いリーチと真上から振り下ろすオーバースローから平均球速約時速 147km、最速時速 156km のカット気味な ストレートと縦に鋭く落ちる高速スライダーを武器にする先発サワン。他にフォークボール、カーブも投げることができる。2018年まで、チェンジアップを時折使用していたが、18年オフに、門倉健からフォークボールを教わり、同級士は使用しなくなった。投球するとき、足を高く上げ、腕を大きく振るフォームが特徴であるため、モーションが大きく、クイックは苦手。 ゆえに盗塁をされやすいのが欠点である。韓国では、第二の流剣ぶりや、微笑みサウスポーの異名をとる。マウンド上でも常に笑顔を絶やさず、韓国では、微笑みサウスポーとして知られている。SKY バーンズの金星コン監督は、笑顔を見せることが、相手打者に対する闘争心がないという印象を与えることを懸念し、できるだけ無表情で投球するように進めている。 金は LG ツインズのファンであったが、出身校の安山高校の所在地が s k ワイバーンズのフランチャイズである景気度であるため、地域優先ドラフトでワイバーンズに指名された。ありがとうございます。